ごげんようみな、みなのしゅう、またフェ、エっトアセラフの、えっと、アカウントを持つ、クリス・イングランと申します。で、今回は、えっと、ヒーローズ記念召喚の、えっと、開花英雄、新英雄のバナーを見させていただきます。まずは、晴れ空の天巻し。 フローリーナですね。今回は、えっと、開花した英雄の,のは劣化の剣の番で、フローリーナ。今回、えっと、フローリーナはまだ飛行性で、だけど弓兵になってます。えっと、いつも綺麗な、えっと、輝く瞳の、えっと、少女系のアートを持つ撮影。 と、いつもフロリーナがやってる声優さんのシラッキなおさん。で、シラキさんの方は結構新しくやってるんです,ですが、えっと、古代メイガスの花嫁のグイーか、えっと、約束のネバランドのイベットか、ラングリさんのシェファニエルをやっております。 で、新しいスキルとしては、友の風舞うえ、友のか、風を舞う欲、欲求ですね。で、飛行、飛行特攻。奥義者が発動しやすい。あとは、自身の HP が60%以下の時、味方は自身の周囲一マス以内に移動可能。 あと、周囲2マス以内の味方は、地震の周囲2マス以内に移動可能です。あとは、周囲3マス以内に味方がいるとき、戦闘中、攻撃、速さ、プラス6かつ、ダメージ、プラス速さの15%。で、これはですね、最近は、えっと、 デンションミルラとか、モンバえっと、ブレイブモンバみたいに、えっと、ワープ、ワープ封鎖とか移動封鎖のスキル結構入ってるの状態なので、これは結構役に立ってると思います。えっと、他の味方の移動タワーみたいな存在、 です。あとは、これは最近みたい、えっと、攻撃速さの渾身4は特に使えるものなので、自身の HP が60%以下の時のみは、えっと、移動可能です。その、エスケープルートみたいな。あとは、新しい AA が来ました。速さ、守備の AA3。 で、これは、再移動、残りを発動可能と、戦闘中で、敵のは速さと守備はマイナス3。で、これは、ユニットとしては、できるだけ早、えっと、速さを高めるよ、えっと、目標として発動させやすいと思います。で、今回は、珍しく、本心が役に立てる。 他のユニットはもうちょっと怠けな形の判断になってるけど、今回は渾身が役に立つ。あとは速さの総合大文字。で、もし周囲に増す以内の見方は、戦闘中速すプラス4で、その同じく自身の速すプラス4なので、できるだけ 速さは最低、最低限のプラス17になってます。結構、は、えっと、ダメージ計算としては高,高くなるということですね。ま、負けない。 では、これは CAU 参戦です。キアランの緑騎士。で、今回は、えっと、また劣化の剣で、えっと、初めて会う騎馬、えっと、騎士としてセインですね。えっと、これは緑系。みえっと、でも、 緑は確かにあ、えっと、斧なので、これは青ランツの木場系で、イラストの方は結構、えっと、まあ、実際は、えっと、他に人間格としては合ってるマコ。で、あとは声優さんの方は今度、タカですね。多分、私から一番してる役目は、 もちろん、えっと、ほずきす、水月ほズき、ナルトシリーズから。で、あとは、ギルティギアシリーズのポチャムキン。あとは、ドクター・ファウスト。一番面白い役名です。で、あとは多分私自身は知らないけど、えっと、フェイタル・ファイターズのテリー・ボーガードですね。<laughs> で、これは、えっと、武器と A スロットの方は新しい。えっと、前に出たことあるなのは、怒涛再起の B スキル。自分から攻撃するとき、えっと、戦闘中自分の水撃負荷をか無効かつ、戦闘後は HPA10 回復。と、あとは攻撃の大応援プラス、その対象と周囲にマスの見方、 味方自分を除くの攻撃プラス6、1単。で、今回特別なのは、えっと、お調子者の壁層ですね。えっと、これは再移動、残りプラス1を発動可能と、あとは攻撃プラス3。自分から攻撃したとき、または周囲にマス以内の味方がいるとき、戦闘中、 攻撃速さプラス6。これ結構見てますね。えっと、スキルの中で。でも特別なのはこの応援を使用したとき、自分の攻撃速さプラス6と、その後自分の行動可能にする。1ターンに 1, 1回のみです。つまりこれは、1回応援した後に、また再、えっと、再っていうことか、 ということです。またイード、えっと、また、ワンタン付きで。これは、えっと、武器は、前に出た、えっと、草園の奇跡か、暁の女神の、えっと、ステラみたいな存在です。また、えっと、キバース、えっと、カベリアの時なんですけど、武器自体は、えっと、応援を、応援する予定、することを、 目標としてやってます。でも、それは、えっと、いい、ほか、えっと、ステルの場合は、ダミエルの意味は、ほとメインは相、えっと、相手を、えその、応援対象を、目標、えっと、できるだけブーストされるけど、これは、相手ではなく、自分の行動を、また、えっと、 行動可能にするっていうことなんです。で、これ、えっと、このイントはですね、えっと、スペシャルと C スケルのはないなの、なんですけど、スペシャルの方はもしかして、えっと、ゲールフォースか、ダメージとしてはルナか、ムーンボー。あと C の場合はもしかして、えっと、ドライブ系のスキルか、 あとは、もし、えっと、キャベリアチームに入れば、そういう、えっと、今えっと、キャベリアこえっと、強化をするスキルを持った方がいいと思います。で、あとは、えっと、A の方は、また、木先。だけど、これは、速さと守備。で、これ、えっと、珍しく、攻撃は、えっと、高くはならないけど、 速さは高くなる。で、合計は、えっと、スキルとボーナスに組めば、速さは19か21になる。で、結構速い、いユニットで、自分の追撃負荷を向こうなので、結構、えっと、絶対的な追撃が行う。 という方たちだと思います。で、また、キアランのグレン、えっと、くれな騎士。ケント。で、いつもセインと一緒に出てくる、えっと、赤キバと緑キバですね。 で、ケントの方は、えっと、高谷智秀がやってるけど、えっと、結、せより、ちょっとプリティボーイ的な感じですね。で、声優さんの方は、えっと、野島博文ですね。えっと、 自分からしてる役目は、えっと、あんまりないんですけど、多分、じ、えっと、一番してるなのは、トラドラの北村優作。で、あとは、えっと、ポケモンのウォルクナ。えっと、ダイヤモンドパールシリーズの、えっと、最後のジムリーダーですね。あとは、えっと、クロのイズキシュンかえっと、確か、テツヤ2号ですね。 で、今回、剣とはまた、剣使いの、えっと、四つ星ユニットになってる。で、いつもよ、えっと、四つ星なので、使えるスキル、ベーススキルはもともとないということです。えっと、唯一なのは、えっと、京都の剣です。えっと、ずっと京都をの、 槍もあった。えっと、斧の方は、えっと、愛のカンデラブラの、えっと、ゼロと。で、あとは、カリンが、えっと、共同の槍を使いました。で、周囲2マス以内の味方は、戦闘中攻撃、守備、プラス4。で、また、同じく自分、自分がまたその条件達成すれば、攻撃、守備、プラス4。 で、スキルとしては、引き戻し、攻撃速さの絆さん。で、あとは、速さ、守備の勧誘さん。えっと、移動系のスキル、体当たり、引き戻し、回り込み等を使用したとき、また自分が使用されたとき、 移動後の自分と相手それぞれの周囲4マス以内にいる最も近い敵の速さ、守備マイナス6、敵の近い、近い行動終了まで。で、このイントは紛れもなく、引きたいでも引きたくないユニットです。 あまり引く価値はない今の時点で。特,特に京都の県は他の時にも引くことは可能です。でも引いても引かなくてもどちらでも大丈夫だということですね。で、スキルはまたスペシャルと C スキル。 で、また、スペシャルはもちろん、自在自由だけど、多分、こっちもまた、月光か、えっと、ムーンライト。あとは、C の場合は、セインと一緒で、えっと、ドライブ系のスキルを使用した方がいい。と思います。 で、今回は、えっと、ずっと記念券召喚の中で、えっとさ、えっと、ブックの中の最初の、えっと、ボスは召喚可能となります。例えば、ノットみたいとか、あとはミラビリスみたいなとかはあった。ですね。他の時にもあった。受走部隊の と、呪詛部隊の長ですね。まあ腸でもありますけど、長の方がセンスあります。私の恨みの深さは我らが神エンブラにも劣らないでしょう。で、これはえっとレティシアですね。レティシアの場合はまたえっとオリジナル経費。えっと のキャラクターの、えっと、アートやってる小崎祐介。で、私一番好きなのはもちろん声優さんのマオ。本命、一道マオさんです。マオさんの方は、えっと、プリンセスコネクトリダイブのペコリーヌ。あとは、えっと、テンスランのシオン。えっと、紫髪の、えっと、鬼。あとは一番知ってるなのは、 多分、えっと、一番人気としてのキャラクターはもちろんグランブルーファンタシーのナルメア姉さんです。で、今回ま、えっと、レティシアの方はずっと戦い続けたし、形態の緑色の騎馬戦。で、レティシアのキットはまた 前とずっと一緒みたいな存在。えっと、攻撃魔法、魔法の木先4。攻撃魔法の遠泳3。で、あと、新しいスキルは、攻撃魔法の、えっと、奮起の4。で、短回指示、周囲に、ま、一マスに味方がいなければ、自分の攻撃魔法プラス6。 と、見切りパニックを追加。で、この追加の分は、えっと、プラファードスキルのケルムト。ケルムトに入る、入ります。ケルムトの方は、また攻撃プラス3。戦闘開始時、自身の HP が25%以上なら、戦闘中、攻撃プラス6、敵の6攻撃マイナス6、絶対通撃かつ、 戦闘中、敵の攻撃、速さ、守備、魔法が、以下の条件を足してる数かける3だけを、えっと、計算。最大は6になってます。つまり、条件を1つできれば3になる。2つは6。全部だとしたら、その最大の9はになります。条件 A の方は、 自分の周囲3マス以内の味方がいる。B は戦闘相手の周囲2マス以内に他の敵がいる。C は自分が有利な状態を受けている。そして、見と条件 D の方は敵,な不利敵が不利な状態以上を受けている。つまり、 A と B の方は結構簡単ですが、一番やりにくいの方は D ですね。レティシアのキットの中は、そういう、えっと、不利な状,、えっと、状態以上を、えっと、無理やりにつけることは無理だですが、他のユニットは可能です。 で、また、メインストーリー、追加になります。で、今回は、えっと、スキルとして一番役に立ってる。あもちろん、えっと、フロリーナの開花した分。 もちろんその開花の花も付きで、スキルとしてはその速さ守備の永遠さ、あと速さの総合大文字は他のユニットにあげることは可能。だけど、セインの方も、えっと、大応援、木先の4、あと怒頭スキル、結構レア的な存在になってます。 で、あとは、残念系のキャラクターはもちろんケントで、一番役に立てるのはもちろんその、えっと、勘違いか、その京都、京都のトプラス。でも、このユニットはもちろん、えっと、このバナーが終わった後に、三四星の え、いう、プールに入る予定なので、その時に弾ける確率は高く、えっと、高くなるか、もちろん、えっと、弾けるチャンスもあ高くなる形。で、もちろん、えっと、能力として、あと声優としてや、えっと、一番いいなのはもちろん、レティシアさんですね。えっと、キット自体は結構ストリームラインされてる、すべてのスキルは、 攻撃のと魔法に関するスキルなので、あとはケルムト自体はその攻撃をえっと変化する、あとはス,、えっと、ステータススプレッド自体を全,、えっと、全体的に、えっと 減らすことは可能となります。ただ、私は、見えるなのは、えっと、流走ではなく、評価、えっと、これは、えっと、ドラゴニックオーラーではなくも、もしかして、えっと、特攻、特別か、若干、特化と若干によって、もちろん、えっと、その、奥義を変え、変えた方がいいと思います。で、これは自分の、 えっと、新しいヒーローと記念召喚についての意見を言わせていただきました。ありがとうございます。